はい、小学坊館を後に徳源院後に来ました。ここは足利小学坊の第5代足利義氏公の墓所でもあります。先ほどもちょっと森の方で話したんですけど、足利氏姫、氏姫と名乗ってたわけではないんですけども、後世今足利氏姫という、武将ではないんですけど、一時的に足利の小学坊としてではなくてですね、足利の、家督を継承してた時期がありますので、言うなればどうでしょうね、女戦国大名と言えるか分からないですけど、そういった方がいました。特に足利氏姫は本当に波乱万丈というかですね、足利の相続とともに、足利家を守るという形ですね。後に喜連川家、残るんですけども、その、重要な人物の一人です。氏姫はですね、実は、敵方というか同盟国というか、北条、氏康の娘のですね、上皇院が母親なんですね。で、義氏と上皇院が結婚して生まれたわけなんですけども、男子がですね、いなくてですね、弟に梅千代っていうのがいたみたいなんですけど、早く死んでしまって、家督を相続する者がいなくてですね、まるでいい名大のようにですね、10歳ぐらい、9歳かな、この久保家を家督継承したという形になってますんで、第6代ではないんですけども、義氏の後を継いだという形にはなってます。で、秀吉が小田原に侵攻してですね、実質、久保家というのは滅んでしまうんですけども、氏姫の、尽力によってですね、久保家としては亡くなってしまったんですけど、滅亡という形ではなくてですね、一系統のですね、後に喜連川になりますけど、国友と再婚というか結婚してですね、その子供もいるんですけども、それが後々ですね、一本になってですね、喜連川家というのが生まれます。で、今徳源院といっても、ここは寺院の形にはちょっとほとんどなくてですね、ちょっとどれが何かってちょっと分かりにくいんですけども、まず足利が小学坊第5代足利義氏公の墓、ここが墓碑みたいになってますけど、墓はここにいらっしゃるそうです。この角地ですね、ちょっと大きな木がたくさん生えてますけど、はい。で、氏姫はこちら、なんとなく足利義明公の追見久保ですね、追見久保の足利義明公のお墓にもちょっと似てますけども、大事にされてるんでしょうかね。割と綺麗にされてます。で、こちらがですね、氏姫が産んだ義親、親は親の方ですね。義親がの、お墓になりますね。義親はですね、6代とはちょっと言えないんですけど、後継には関わってる人物でですね、追見久保の足利義明の孫に当たるんですけど、先ほどの足利国友 と、結婚したわけですから、その子供になりますんで、養子縁組ではないんですけど、どちらが本流とは言えないですけど、やはり義氏公がやっぱり第5代で最後なんで、こちらが本流でしょうから、秀吉はそれを承認してるんですね。氏姫にはいろいろあったみたいですけども、喜連川領を1万石もない大名でもなかったんですけど、価格はかなり上だったようですね。で、この鴻巣の御所にですね、ずっと住み続けたと。粘り強さと、頑固といえば頑固ですし、その後ですね、結局、足利頼氏という方がいたんですけど、頼氏と、再婚ですね、再婚したんですね。で、頼氏との間に義親と、もう一人子供がいたみたいなんで、結局そうですね、再婚した子供が義親ですね。こちらは義親のお墓ですね。はい。だからずっとですね、1620年で亡くなってるんで、氏姫は秀吉はもう特にいませんから、関ヶ原も、徳川の時代も生き続けてですね、
喫煙喫煙の班を立派して、そこまで活躍して、まあ、亡くなったと。でこちらに、葬られてるっていう形ですね。まあ、すごい、戦国の世で微妙な立場というか、名門の家柄ではあったにしてもですね、足利、主家を守る、主家というじゃないですね、足利を守るために活躍した人物ですね。まあ、北条は滅んでしまったんでね、実家の方は亡くなってしまったんですけど、足利の存続ということで、大活躍した人物です。はい、足利吉氏公墓所、足利氏姫墓、足利義親の墓のある、徳源院跡地でした。